ではまあ今回の、まあ、アクションの、まあ、説明を実際に遊びながら、そうですね、小山さんに解説をしてもらえればと。しかも真剣なサボで。そうですね、操作は中島さんが、僕がこの左上のゲージですよね、はい、これがそうですね、今回の、アクションの鍵を縫う絆ゲージですね、はい、でこれを、溜まった状態で、まあ、ひたすらこう敵を倒してね、あの溜めていっていただいて、でそうするとこうルフィが追撃を加えてくれると、はい、でチャージ攻撃の後の追加攻撃みたいなイメージですかね。そうですね、言い方が出てくる。なのでチャージ攻撃なので、まあ、三角ボタンですかね、はい、これをやるとこうルフィがドンと出てくると。でまたこのコンボの種類によってこうルフィも違うオプションしますよね。そうですね、自分がやるコンボによって違う攻撃をするというコンボ、はい、例えばこう全部近くするだと、そうですね、はい、とは違う技が出てくる。でこの仲間キャラクターはあのステージごとでこう十字キーでこう切り替えられますよね。そうですね、あの、まあ、ステージごとにあのどのキャラクターが仲間になるかが違うので、はい、今また一人増えましたね。そうですね、はい、先ほどのこうルフィの、でゲージが溜まってくるのと、来るとあの今3まで来ますけども、まあ、あれがあの数字が上がっていくという形ですね。そうですね、マックスが、でこの絆アタックを当てることによってまだゲージも溜まりやすいというところですよね。今回はあれですよね、こうコンボを入れてる最中に罰を入れるとその続きからさらに攻撃が始まります、ね、そうですね、まあ、より、まあ、あの今回 PS4 になってですね、かなり敵も出てきますし、いろんなコンボを楽しんで敵を、まあ、一掃してほしいなと思います。そうですよね、はい、おでこれでマップになりましたね。でこの状態で R2 ボタンを押すと、はい、絆が、あ、ちょっとキャラが少ないからちょっとこれ、この状態になるとまたこうアクションが変わります、ね、はい、あの追撃 の、 あの味方のアクションが変わります。であのゲージが、あの左上のゲージがなくなる前に、丸の必殺技ボタンを押すと、やばいやばいやばい、敵がいなくなっちゃった、敵が間に合うか、間に合う、あそうですね、まんべんなくだからキャラをあのレバーの十字で切り替えてですね、あの各キャラを全てマックスにしていくと絆ラッシュに出てくるキャラクターが増えてくるっていうことですよね、はい、なので一回そのルフィはもうこの同盟マーク、こう握手しているマークがついているので、他のキャラでもどん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 、そうですね、で今、まあ、仲間をゾロにしたので今度はゾロがついている、今そうですね、2から3になってますので、もう一回上げればマックスになります、割とそのキャラクターによって出してくれる技が全然違うので、例えばこう空中に打ち上げてくれる、アクションを入れてくれるキャラと一緒にやればまたさらに打ち上げた後つながるっていうところ で、ね、まあその、まあ、仲間キャラクターを含めたまたコンボっていうの組み立ての方が効率はいいですね。そうですね、はい、もうちょっとでゾロが溜まったので、またこう指鳴らしを使うと今度ゾロとルフィが、はい、ですね、なのでキャラが増えたら基本的にはあのマックスに連動するようにしてもらうと、必殺技の時に、まあ、いっぱいこう味方が現れて強力になっていくという形になりますね。敵を倒してくれるですね。でこの絆ラッシュに、必殺技ボタンを押すと、はい、超強力な絆必殺技が、出ると。これは強力です。一気にもうすごい右下の角がバババッてなりましたね。最大同時5人までいきますそうですね、最大で5人までいくので、はい、今、まあ、ルフィがこう握手して、うん、こうゾロが同盟したので、あとはナミと、はい、ね、サンジをやってもらえるとちょうどマックスまでいきます。そうです、はい、でこの絆ゲージなんですけど、そのキャラクターでまあ、マックス状態になってさらに貯めると、そのヒーローパワーと言われるバトルを助けてくれる、はい、効果が発動しますよね。例えばチョッパーで満タンにすると、体力を回復してくれたりとか、うん、なので、まあ、そのどの仲間キャラクターを、セットしてそれを、
まあ、どういう風に、絆ゲージを満タンにしていくか、はい、ところも割とステージを攻略するときに重要だというところですよね。だから自分のやりやすいパターン見つけてですね、クリアしづらいなっていったところはそういったところを気にしながら戦ってもらえると、まあ、クリアできなかったところも多分クリアできるようになるかなと思います。